どうも、ウクレレ奏者の鈴木智樹です。さあ、本日はですね、もうこのコード解説を始めた初期からずっとコメントをいただいておりました。やっとこのコードに入っていきます。今日はですね、このウクレレを弾く上では欠かせない制覇っていうくせ者をなんとか攻略できるようにしていきたいと思います。まあ結構ね、この弦楽器、ギターとかウクレレを弾く上で、この制覇っていうのはですね、もう避けては通れないコードなんですね。ただやっぱりそこって、本当ウクレレを弾いて1年、2年経った人でもならない方多いんです。ただですね、ならない理由はなんでか、なんか手の形なんかとかそういうわけではなくて、押さえ方なんですね。で、今回は意外と多くの人が勘違いしている押さえ方であったりとか、間違っている押さえ方が多いので、まあ、そういうところも含めてレッスンしていきたいと思います。それでは本日はこの制覇1本で鳴らせるコード Bm7 を見ていきましょう。それでは、どうぞ。さあ、それでは見ていきたいんですけれども、まず Bm7 はどうやって押さえるのかというと、人差し指1本だけですね。人差し指1本で2フレットにピタッと人差し指をつけます。で、つけて、それで鳴らすと、こんな音が鳴るんですね。はい。これが今、しっかりと4本。なるかがポイントです。これがなればもう Bm7 は OK なんですね。よくいらっしゃるのがこういう方。この2弦だけが、ならないっていう方非常に多いんです。まあ特にこの下の2本はね、なりにくいんですね。さあ、じゃあこれをどうやって押さえていくのかっていうところなんですけれども、まず基本の形としては、今までもずっと言ってますが、やっぱりこのフレットに限りなく近く押さえていかないとダメですね。で、限りなく人差し指は近く押さえていって、で、この人差し指の真後ろに親指を持ってきてあげるんですね。で、親指はこのネックの真ん中につけてください。ここがね、こういう風にずれていってもダメですし、下すぎてもダメ。しっかりと真ん中に腹をつけていく。で、この人差し指の真後ろに置いていきましょう。で、置いたら挟んで鳴らしていくんですけど、多分今まだ鳴らない方多いんじゃないかなと思います。まだ鳴らないですよね。はい。では次、今鳴らない方のよく多い特徴が、こんな風に指がフック状になっている方が多いです。こういう感じね。これね、実はあんまり良くなくて、理想としてはどういう形かというと、この人差し指から付け根までピンとまっすぐ。はい、今僕見てください。まっすぐじゃないですか。さっきはこんな形でした。指先からこの付け根までがカーブになってますよね。こうなっちゃうと力がいろんなところに分散してしまってなりにくいんです。じゃあどうするのか。さっきも言いました。この指先からこの付け根、言ったら指の人差し指の根元までが一本の棒になったようなイメージ。もう木の枝やと思ってください。人差し指は木の枝やと思ってピンとまっすぐです。で、まっすぐにして親指と挟む。さあ、どうでしょう。若干なんとなく音が鳴りそうな気配を感じ出した方もいらっしゃるかもしれません。ただまだ綺麗な音には程遠いなぁという感じの方も多いんじゃないかなと思います。で、大体ここまでが Bm7 の教え方として、いろんなところで教えられている押さえ方です。指をしっかりと伸ばしてこのフレットに近づけて、親指は人差し指の真後ろなんですけども、さあ、ここからちょっといろいろと工夫をしていきたいと思います。さあ、もう一回行きましょう。フレットの近く。さあ、フレットの近くと言いましたが、ちょっと僕のこの指見てみてください。さあ、ここなんですけれども、今、はい、フレットに近づけましたよという感じで近づけていったんですけども、これね、今フレットと指の間からこの下の黒いフィンガーボードが見えてるの分かりますか？ちょっと見えてますよね。これじゃあ、全然近くないんですね。僕が言って近くっていうのはここです。はい、もうこのフレットと指の間から下のフィンガーボードが見えません。ここぐらいまで近づけていきましょう。ただしこの棒の上、真上に乗っけちゃうとこんな感じで、フレットの真上に乗っけるとダメですね。じゃなくてちょっと
とずれている、なんかこう指の4分の1ぐらいはフレットの上に乗ってるけど、あとの4分の3はしっかりとこの指板の上にありますよっていう形ですね。でこのまま見ると、見てください、フレットと指の間にこのフィンガーボード見えてないですね。これぐらい近づけていきましょう。で近づけたらその真後ろに親指をつけていく、そして指はピンとまっすぐにしていきます。さあ一回ここで鳴らしましょう。鳴りますか？さあここで鳴る方もいると思いますし、鳴らない方もいらっしゃると思います。さあさらにここからもう一工夫していきましょう。ここまで行った時によくですね、この力のかけ方を人差し指と親指のもうありったけの力でグッて握りしめようとする方がいらっしゃるんですね。はい、確かにやっぱこう音が鳴らないんで、あ力が弱いんかな、グーって感じでやっちゃうんですけど、それね逆効果なんです。これなかなか信じられないと思うんですけども、制覇を鳴らすには力がめちゃくちゃ必要かったらそうではなくて、逆に全然力いらずこんな風に鳴らしていくことができるんですね。で今親指と人差し指のありったけの力でって押さえてるんですけど、実はこれ親指なくてもセーハなるんです。これ親指で挟んでないんで、言ったらこう指を上に乗っけてるだけです。なってますよね。はい、なるんです。はい、これがすごいびっくりされるんですけど、それぐらい言ったら親指の役割に対して結構皆さん勘違いしているんですが、親指はこうグッと力を入れるために押さえてるんではないです。何かというと、指板を押さえるときにネックが体の方に寄ってきますよね。それを押し返してあげるだけのために親指があるんですね。はい。なので、力の限り洗濯バサミのように挟むためではなくて、ネックを支えるために親指があります。ここ、まずね、勘違いしないようにしてください。なんで、今ぐーっと力入れすぎてると思うんですが、それをちょっと抜いて、ブラブラーと手を抜いて、で、弦にふわっと指を置いてみる。まあそのふわっと置くときにしっかりとこのフレットの近くっていうところは守ってください。で指先もピンとまっすぐっていうことは守ってください。はい、というのが必要なんですね。ここ結構びっくりしますよね。え、親指いらんのって思うと思うんですけど、そんなにね、言ったら親指との力が重要ってわけではないんですね。でちょっとこう音が鳴らなくて力を込めすぎてしまう方いらっしゃると思うんですが、その方に覚えておいてほしいのが、このウクレレの弦の音を鳴らすために必要な力は、この弦が下の板につくだけの力があればいいんですと思うと、上から押さえてみてください。すごいちょっとの力ですぐに弦は下の板につきますよね。はい、その力があれば鳴ります。そうなんです。だからそう思うと、あ、今までの半分ぐらいの力でいいんかもって思えると思うんですが、本当にその通りで、このウクレレ上達するには、またコードをきれいに鳴らすためには脱力をとにかく意識することが大事なんですね。はい、なのでとにかく脱力、もう力を抜いて押さえるっていうことを試してみてください。そんなわけで親指の使い方を言ったんですけど、あともう一つだけちょっと裏技を教えたいと思います。さあ Bm7 僕押さえてみます。押さえて弾いた後のちょっと指を見てほしいんですけれども、今指こんな感じになってます。よいしょ、はい、こんな感じです。さあ弦の跡がついてますね。弦の跡がついてますが、これちょっと見てほしいのが、このこっち側、中指側にはあんまり弦の跡ついてないけど、こっちの親指側には結構深くまで弦の跡がついています。はい。これは今ね、ちょっとね、弦の跡を見てもらうためにギュッて押さえたんで、結構深くついてるんですが、まあ、通常こんなに弦の跡つくほど押さえなくてもいいです。今はちょっと見てもらうために押さえたんですが、こっち側、親指側の方に中心的に弦の跡がついてます。さあ、これがどういうことなのかというとですね、実はこのフレットで制覇をしてて、今指まっすぐに押さえているように見えるんですが、実はちょっとだけ重心がこの人差し指傾いてるの分かりますか？多分皆さんこのように置いてると思います。指をペタンとまっすぐ置いてるんですが、僕はちょっとこうやって斜めにしてます。で親指で挟んでいる。はい、この
角度なんですね。この角度がちょっとこうやって親指側に斜め、言ったらヘッド側ですね、ヘッド側に斜めにしておくことで、この指のですね表面というか、この指の真ん中は結構肉厚なんですが、こっちサイドに行くと少しお肉が減りますよね。はい、なのでこっち側で押さえた方が音が鳴りやすいんです。さらに指には結構関節があります。ただこっちの方に重心を移していくと、この関節のくぼみがだいぶと浅くなってくるんですね。なのでこの指の置く角度もですね、実はすごく重要なんですね。さあこの感覚、ちょっと皆さん最初はなかなか難しいと思うんですが、一度こういう風に考えてみてください。こうやってフレットがあります。ここ2フレットなんですが、一旦2フレットの真上に指を真ん中にするような形を置いてみます。はい、そこから重心をグッとずらす。はい、見てください、こんな感じ。今この真ん中に置いてます。フレットの真ん中に指を置いてますが、そこから重心をヘッド側にグッとずらす。指を滑らすんではなくて重心を変えます。そうするとこのフレットの本当に近くキワキワの部分で、このサイドで押さえていることができます。さらに親指を真後ろにつけて指はピンと伸ばす。そうしていくと、なりますね。綺麗になりました。すごい理想的な形が作れるわけです。はい。なので、ちょっとこの指のね、傾き、最初なかなか感覚つかめない方、慣れない方は、一回2フレットの真上に指を置いて、そこから重心をコテンと倒してみる。コテンと倒す。ただこの時気をつけるのは、脇開いたらダメですよ。コテンって倒す時にこうやったらダメ。しっかりと脇は締めたまま重心だけ変えるイメージで、指はしっかりとフレットに対してまっすぐにして、親指は人差し指の裏、そして人差し指の指先から付け根までをピンとまっすぐにして、力は入れすぎずに上から下まで下ろしていくとなるんじゃないかなと思います。で、あとはまだそれでもならなかったら、ちょっと指の深さも調整してみてください。深さっていうのは、このどれぐらい指先をこのネックから出すかなんですね。これが浅すぎてもならないですし、深すぎてもなりにくいんですね。なんでここのフレットの際でのこの深さ、どれぐらい指を出した方がなりやすいかなっていうところも探ってみましょう。で、探っている時にもしっかりとこの親指は動かさない、親指は動かさずに指先だけを確認してみる。もうちょっと出した方がいいかなとか、いやちょっと引っ込めようかなとか、そこら辺もね、こうグリグリと確認してみてください。で、自分のベストなポジションを見つけるのが大切です。で、よく質問があるのが、こうやって中指とかで上に置いてサポートするのはいいですかっていう質問があるんですが、あんまり良くないんですけども、最初のうちはそうやって中指とかもつけてですね、 Bm7 が鳴る感覚っていうのを掴むのもいいと思います。なので最初はサポートのように中指をつけたりして鳴らしていって、でだんだん徐々に外していってもいいんじゃないかなと僕は思っています。はい、ただね、ここまでやっても多分ならない方いらっしゃいます。なんでかというと、 Bm7 は今見ていただいた10分から20分で鳴るようになればですね、誰も苦労しないんですね。これは先ほど言ったように1年から2年かかる方もいらっしゃいますし、なんかコツさえつかめばすぐに 2,3 日でパッと押さえるようになる方もいらっしゃいます。さあ、ここはね、諦めずに何回も何回も練習することが大事です。ただ本当にこのコードはね、難しいんで、言ったら2時間とか3時間ぐーっと集中して練習するよりかは、1日1分を何日間もやる方がすごく上達は早いんで、ぜひね、ちょっと毎日、今ならなかった方はもうこう寝る前に1回こう弾いて、あ、寝よう、みたいな感じのね、練習をしていただけるとなるようになるんじゃないかなと思います。で、こういう制覇が慣れてくると、こんなことができるんですよ。今4本鳴らしてますね。これを逆に中の2弦だけ鳴らさないとか、上の2本だけ鳴らすっていうことも、逆に下の2本だけ鳴らす、はい、っていうこともできるし、なんかね、こう自由自在になっていきます。それはね、だんだんこの弦を押さえてるっていう感覚が人差し指1本の中で分かってくるんですね。なので、あ、今4本押さえてるな、あ、3弦だけ上げようとか、
なんかそういうふうにね、自分の中で、あ、弦が押さえれている感覚、あ、今この弦だけ上げているなっていう感覚が指先でわかるようになってきます。はい、こうなってくるとね、もう制覇はもう自分の自由自在。はい、鳴らしたい弦も鳴らしたくない弦も、すべてね、この指一本でコントロールできるようになってくるんで、そうなるぐらいまで、ぜひぜひこの制覇練習をしてみてください。あ、ちょっとね、この本当に制覇は結構力を入れすぎてしまうコードなんで、練習のしすぎには気をつけてください。なんか手首痛いなと思ったらすぐに休めて、でまたちょっとずつ練習していきましょう。はい、ということで見ていただきました、制覇のやり方 Bm7 のコード解説でした。私、鈴木智樹は、Twitter や Facebook、Instagram などもやってますので、ぜひぜひフォローしていってください。またこの動画を楽しんでくださった方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたまた次回の動画でお会いしましょう。ウクレレプレイヤー鈴木智樹でした。バイバイ。